はい、皆さんこんにちは、続きましてですね、大阪の大規模マンションというね、私の資産価値レポートのタイトルがございます。これをですね、最新情報化してございます。大阪のね、大規模マンション、何物件かな、22物件ですね、22物件ということで、この9月、今月ですね、最新情報化しました。これがですね、この3ヶ月前に最新情報化したのが6月なんですけども、 1,2,3,4 物件減りましたね。だから26から22になったという感じでございまして、まあ、4物件完売したということです。完売したんがね、シエリア、サイト、ウェリス、茨城、ローレルスクエア、東花園、これだけですね。それ、完成前に完売してるっていうの、なんでかよくわかりませんけどね。東花園ってね、地味な駅ですよ、近鉄の。昔ね、よく行きました。はい。これが2020年の2月に完成やのに、なぜか知らないけど、完売。ローレルスクエアっていうのは近鉄のブランドですね。近鉄不動産のブランド。なんでやろうと。まあ、駅前ですけどね。駅前の物件ですけど、なぜか完売。これは不思議でしょうがないですね。レジェイド新金岡パークフィールズっていうのも完売しました。で、まあ、全体的に言えることはね、売れてません。ほんまに売れてません。なんでこれ売れへんやろうみたいな物件も売れてないですよ。ザ・パークハウス南千里アリーナとかって結構僕好きな物件ですけどね、もうできて日が経つのに完売しませんね。なんでかなと思うんですけど、これね、こういうね、大規模マンションって大体郊外にあるんです。200戸以上を私大規模と言うんですけど、大体郊外にあって安いんですよ。どうでしょうね、100坪単価で言うと100万円台中盤ぐらいまでがボリュームゾーンになってくるんですけど、まあ超えてるのありますけどね、200万円近いのもありますけども、普通の人買えるんですよ、今の金利やったらなおさら。普通の人買えるのに、でそんな悪くない物件も並んでるのに売れてないというのは、これ市場が弱いっていうことなんですよ。なんで市場が弱いのかって言ったら、これはね、私がいろいろ考えるに、あれですね、ちょうどね、氷河期世代なんですよ。1999年とか、その前後5年ぐらい、前後5年でもないな、1997年ぐらいから、2000の5、6年ぐらいまでに就職しはった、就職しちゃったあたりの人たちっていうのは、就職氷河期って言われてまして、まあ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 、就職なかったんですね。私も覚えてますけど、私はね、当時小さな会社経営してましたんで、取る立場やったんですね。うちみたいな吹けば飛ぶような、もう飛びましたけどね、飛びましたけど、吹けば飛ぶような4、5人の会社が、募集を出したら山のように来るんです。それも A 大学出た人が。まあ、A 大学って知れてますけどね、デザイン系ですから、ちゃんと美大を出たような人が、雇ってくださいって来るんですよ。だから結構 A 人材取れましたよ、あの時、ほんまに。逆にその A 人材がうちみたいな吹けば飛ぶような会社にしか就職できなかったというのが、就職氷河期なんですよね。で、その時代の方々が今40歳前後になられてるわけですよ。それ彼らが、まあ、要は正社員にならはった人が少ないわけですね。正規雇用が少ないから、統計データを取ってみるとね、ちょうどそのあたりだけ、40代前半なんですけど、中心はそのあたりだけポコッとその所得が低いんですね。なぜかというと、正規雇用にならなかったんで、ずっと契約とか非正規雇用になってて、年収は上がらないわけですね。で、非正規雇用とかになりますと、住宅ローンそもそもね、下りにくいんです。下りにくい。実績があったらね、それは同じところで5年もやってますって言ったら、まあ下りるかも分かりませんけど、それは金融機関次第というところはありますね。あとは保証協会の判定次第というところはあるんですけど、ちょうど下りにくい。元の人数多いんですけどね。で、そういうところが今ボリュームゾーンなんで売れにくいと
いうのが今の市場でございますね。だからね、苦労してますよ、デベロッパー。それなりの物件を、それなりの、こう、価格で出してきてるのに売れないと。まあ、当面ね、続きます。それで、この大阪の大規模マンション市場って、今回1物件も新しいのないんですよ。これも異様。つまりね、デベロッパーがね、やる気なくしてるんですよね。もうそんな郊外にその年収600万ぐらいの人用の住宅作っても売れへんやんという感じになってる、来てるんで、ちょっと止まってるんちゃうかなという印象を持ちますね。で、皆さんどうしたらいいかというと、もうもちろんこれね、値引き引き出せますよ。できて1年も1年以上経ってる物件ゴロゴロありますから、そういう物件を欲しいなと思ったらもう絶対値引き、もう1割は必須ですね、そういうのはね。1年経ったら。1年経ったら1割は絶対ですよ。2年経ってたらね、2割ぐらいは行きましょうよ。いや、不可能な物件もあれば可能な物件もあるんですよ。それはもう行ってみて、俺は買うからって、負けてくれって言うてみてください。大阪の物件ですからね、皆さんも、そんなに遠慮することはないと思います。別に東京の物件やから遠慮せえとは言いませんけど。大阪やからといって遠慮することない、大阪やからなおさら遠慮することないんで、ガンガン行ってくださいね。中にはしょうもない物件もありますよ。これあかんわーっていうのもあります。それどれがあかんのかし、ほんこれそれそれを知りたいねんって言うやったら、僕の方のレポート超えてください。いくらやったかな、大阪の大阪府の大規模マンション3590円って安いもんですよ。僕のね、ブログから行ったら見れるようになってますんで、ぜひ、買って見て読んでください。はい、皆さんどうもありがとうございました。